どうも、キスケです。今回は占いドラゴンミネアを使っていくんですけども、まあソロが、そろそろスタン落ちということで、まあ使っていきます。はい。で、最近のドラゴン占いはなんかソロ使わない構築もそこそこ多いらしいんですよね。で、この前ね、占いドラゴンと当たった時にこれがむちゃくちゃ強かったの。むちゃくちゃ強くて俺使ったことないんやけど、で調べてみたら結構流行ってるらしい。そう、その占いミニアには結構マストな特技カードとして、まあ今、まあ、流行ってるらしくて、まあ、やっぱ毒とか、まあ、その辺食らわないのがすごく賢いかな。まあ、この辺で、盤面展開して嘆きの霧とかゼルドラドを食らわないように強行のタロットかけてあげるみたいな、そういう動きがわりかし熱そうなんで、ちょっと使ってみようと思います。はい。まあ、わりかしね、2枚積みが多くて綺麗にまとまってると思います。まあどっか1枚ピン刺しにして何かタロットフォーチュンとか入れるっていうのも、まあ、お好みで使ってみてください。ということで、よければチャンネル登録と、高評価、ぜひともよろしくお願いいたします。Twitter のリンク、概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは、ランクマッチやっていきましょう。はい、マッチングしました。ピサロですね。あ、そう、神竜もスタン落ちするんだよな、そういえば。そういえば、こういう。へい、おい。確かにもう最後やけど。マリガンで返したんやから、もうじゃあ後に来てくれ。かわいいやつめ。かっこいいよな、神竜って。あ、タバサ。もうゴリゴリ毒使ってきそうな感じやな。はい。で、まあ一応クローズ確定にしてます。はい。金髪派っすね。もうここで派閥が起きてるんで。いい戦いにはなりそうかな。ああ、毒だ。毒だよ。クローズ。エンド。まあ、毒はしょうがない。だから、強行を、まあ、どっかのタイミングで刺してあげると、わりかし強い、感じにはなるんじゃないかなとは思うので、はい、嘆き、初手に持ってる、素晴らしい強運の持ち主。はい。プチターク。クモツやめて。クモツはやめて。よかった。ここでクモツ打たれたらマジで、慈悲も容赦も持ち合わせておらぬ。はい。そしたら、まあ、運営でいいんじゃないですか。はい。取って、オール1点。どうしよっかな。タバサ回す必要ある？これって。いや、まあないか。これでいこう。ハイエンド、バルーンコール打ってマナ回復させてバルーンバみたいな動きしようかなと思ったけど、別にそこまでする必要ないか。普通に速攻1点走る方が賢いですよね、除去するために。毒矢虫で毒矢頭巾か。あ、違う。そっちか。なるほど。3枚ドロー強いよな。強い。実に強い。んで、テンションアップ。いや、マジで毒だらけ。毒だらけなんですけど、キースドラッゴン。いやー、ユニット出てこうへんのよな、相手が。まあ、だから、いやー、これゾディアックどうしよう。キープしとくか。別に今発動する必要ないもんな。はい。復活。エンド。うん。まあ、ゾディアック引いた時のためにちょっとキープしとくか。エスターク。エスターク、どうしよう。これ、どないするよ。ぶつけたらこいつ復活するからさ、サイコロンばらけんねんけど。まずくね。
5点まずいっすよね。これ3点、3点は確定なんでね。お運ゲー最高か。はい、まあどっちにしろ取れるんで構わないっしょ。はい、力をテンション上げれるから回すか。はい、また嘆きの切り食らったらきついな、たまらんね。逆転エンド。やめてやめえ、こんなんどうしようもねえやろ。強行以前の問題やろうが。ゼルドラドも早急に出してきそうやな。メイフサイコロンでしばっか。毒のダメージ3点か、ちょっと痛いな。神風、神風でユニット出す。でタバサのレベルも2にしちゃうか。うん、そうしよう。神風よ、もったいない気するけどね。しょうがないこれは。お、ちょ、ゾディアックくれへんゾディアックくれません。ワンチャン引くでしょ、2枚入ってるし。さあ7コスト。まあ幸い相手がランプしてないっていうのがちょっと救いっちゃ救いですよね。もう毒が嫌ですよ。手札に魔王あるってことやから、まあ、ゼルドラドが非常に濃厚だと思います。悲観か。おい、うん、いや銀太郎でもいいねんけど、別にこんな悲観もん。いやー違う、どうすんだこれ。何も言えねえ、何も言えねえ。うん、どないするよどないするよこれ。エンド。まあちょっとどうにかするしかないな。もうこういう時はもうしょうがないから。難しい難しい。なんなら神竜のパワフルバッジ、うわアスラ王って、おまめちゃくちゃやな、やりたい放題やなやりたい放題か、おい、たまんねえな。ポイズンキスも、おーっと、そうか、なるほど。いや次のターン来るやん。じゃあゼルドラとかゼルドラと来るやんけ。次どうすんだこれ。いや来たー、来た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 、次ゼルドラ来るでしょ確実に。ってことはこれで大量に展開して強行使おう。うん、そうしよう。強い、これでいい、これでいい、これでいい。はい、で強行いいやん。あ、ドロー見たらよかった。まあどっちにしろ使うからね。うん、はい、強いんじゃねー、強いんじゃないの強いんじゃないの。毒でなんとかなると思ったんじゃないのお相手さん。でこれ盤面に残ればほぼドラゴンなんで、これ神竜のパワフルバッチつけて一気に削り切る。
あ、ゼルドラド出せない ゼルドラド出せないね。手札に魔王あんの分かってんで。魔力共鳴。手札に魔王あるのは分かってんねんで。デッキ9枚やしね。で、ポイズンキスとかも持ってたんでしょうね。はい、ガラサダイ。薄いな、ここ。あ、でもまだ5コスト残ってんのか。そいつはすげえ。はい。え、そこ？ここは？ガラガラ？勝ちやん。きたー！いや、強行強すぎ、マジで。マジで強い。神竜。はい。ぐーん。うん、勝ちですね。ロック。ぴったしやな。はい。オッケー。いや、よかったんじゃない？これはよかったんじゃないか。はい、マッチングしました。ヒューザーですね。強行はちょっと返すか。さっきはね、ものすごい活躍してくれたから、多分ゼルダラと会ったと思うんですよね。素晴らしいよね。ビルド、奇跡か。奇跡テリーか。ちょっと中盤ぐらいに奇跡がもう育ちに育ってフェイス一気に削られるっていうのがだいぶ厳しいんで、ちょっとね、頑張らないといけんな。手札には持ってたか。オッケー。ほならほなら、まあソロ打ってタバサ打ってって感じでいきますか。奇跡だよな多分。奇跡デリーがまだまだ強いらしい。ティア1あたりにいるらしい。どうした？生きてるか？はい。エンド。いや、さっきの試合マジで気持ちよかった。マジで気持ちよかった。ドクピサロにはぶっ刺さるね、強行。しかもイラストがベリアルっていうのがいいよね。さあ、何を作ろう。よっと。牧場。牧場。うん、あ、あ、バルーンコール。まあ、クローズカラーですよね。銀のタロ、どうしようかな。いや、銀タロはテンション上げれるから、まあ、もったいない。クローズ。これでテンション回そう。回しとこう。ゾディアックの心配は、多分銀タロでテンションに上がるんで、心配ないと思う。で、神風もあるから、ゾディアックを引く方が多分大事だと思う。ああ、やっぱ奇跡だよな。あ、一角ウサギでいいんや。一角ウサギでよかったんや。これはまあありがたいんじゃない？どっちかというと。神竜。登場。ああ。神風打つ？いや、バルコでいっか。はい。おい。まあ、序盤はゆったりですよね。このマッチングだと。問題はほんま、7ターン目とか8ターン目に、完全体奇跡テリーみたいな、完全体奇跡の剣みたいな感じになっちゃうと、まあ、やばいと、いうことなんだよな。
はい、神風よ、3点ダメージ与えて取って、でタバサのレベル上げて力をテンション回そうテンション回します。ゾディアック引こうぜ。そろそろさっきの試合も引けへんかったから、ただまあ運よく強行が引けたんでよかったけど、頼む。うわ、引かない、引かなし。まあ引かんならしょうがない引かないならしょうがない。時を戻してくれ。あ、貧弱貧弱盤面むちゃくちゃ貧弱。でもさっきのターンさ、殴ってこうへんかったからさ、奇跡の剣を強化するカード入ってないんちゃうかな。多分入ってないと思う、手札にね。デッキにはそら入ってるけど。あ、フェイス詰めてくんねや。へえ、6点与えておく。なんで、まあテンションもったいないかなって感じ。復活。さてまあ粘り合いですよ、こっからね。逆転への兆し、マジで引かんなほんま引かんな。引いてくれや。ゾディアックに嫌われすぎでしょ。おお、引かないね、素晴らしい。ね、レーベル開けるか、タバサでドローしよう。はい、テンパンチ、サイコロン、引かんな。なんなら使っていいんじゃね、なんなら使っていいんじゃね。いやダメか、やめとこう、そういうのは。 HP がすごく心配です、私は。まあでも無理やり超必中で打つことはできるんで。パプリカン、42パプリカン、剣振る以外でこのウォール剥がれへんかったらだいぶ美味しいよ。どうだ、武器や威力ガンガン上げんね。怖いな。そう、これが怖かったんだよ。7ターン目とかそれぐらいで地獄、地獄か。 OK、 ウォールを剥がせない、美味しい。ピシュン、消えていく。はい、まあこれは OK。 どうするか。そしてなんだよな、いやースーパーかー、邪魔やな、むちゃくちゃ邪魔やな。むっちゃ邪魔やな、どうしよっかな。どうやって取ろう。ぶつけてサイコロンやったら確定じゃないもんね。ね、いやー、いやはや、いやはや、どうしましょうか。超必中逆転、ユニット2体出るけど1体スーパーカーに燃やされるんだよな。どうしよう。いやーちょっとわからんわわからんわ、うん、考えても無駄。あー残るか、3点。エンド、こっち。そろそろ回復もしときたいんだよな。超必中をどこで使うかなんだよな。別に神竜に使わなくてもいいっちゃいいかもしれない。5点ダメージ、もうこれ全部フェイス詰めてくる感じかな。そう、割りかしきつい。ファラリス63、やべえ9点入る。まずいよまずいよ。あ、取るか、取らない、ありがたい取らないのは美味しすぎる。8点、きち
ついの。頑張れ頑張れ頑張れ。さっきめちゃくちゃ気持ちいい勝ち方しちゃったからさ、ちょっと頑張るしかないよここはね。4コスト使うと動けないな。いやーちょっとコストが足らんな。どうする？厳しすぎる。どうすんだこれ。どうもできなくね。テンション太陽の太郎、まあカード引くしかないか。これでいこう。とりあえずカード引こう。これで回復。はい、でカード引かして。いや悩みすぎた悩みすぎました。神風と交代。まあ悪くないんじゃない。もっと言いたくあったと思うけど、もう俺の脳みそではこれがいっぱいいっぱいです。奇跡が怖い6点の奇跡が怖すぎる。どうしよう。超必中使っちゃったね。ゾディアックが来ないのが悪い。これで3-3展開して、いやでもあんま意味ないな。もうペース詰めてくるよね。6点痛すぎ。ライアン、ライアン、ライアン、しかも貫通なんだよなこいつ。キングムーチョ、いやーもうたまんねえ、たまんねえぜ。あーワンチャン、ワンチャンあるか。いやここでもうゾディアックいらんぞ言うたら引くけど、ほらほんまくたばれな。普通に普通にくたばってほしい。いやーこれはまずいですよ。神竜こっちやな。キースドラゴンおるからコスト下げて。除去、キース、回復して、回復したい。エンド、じゃもうこれしかないわ。いや奇跡の剣強いな。やっぱティアワンナだけはあるわ。パワーが半端ないもん。回復が追いつかない。ミラクルブレイド、くー、やばすぎ。ま、いや負けだなこれな、多分な負けやんな。6-7、いやちょうどか。対戦ありがとうございました。これが運命だというの。はい、皆さんお疲れ様でした。いかがだったでしょうか。強行のタロット強かったですよね。1試合目なんかもうぶっ刺さった感じではありましたね。はい、でまあ神竜もソロもまあ終わりと。まあなんか悲しいですね英雄カードがスタン落ちっていうのが初めてなんで、どういう感じになるかは全くわからないんですけど、
まあでも診断は診断で楽しみで、まあこういうカードがスタン落ちしてしまうのはちょっと悲しいなって感じましたね。気になった方は使ってみてください。よろしければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは良きドラゴンクエストライフを。バイバイ。The Baywatch.